こんにちは。仏の話をする遊ぶ民の YouTube。10回目は、ウォーカーゆうさんの仏教室のゼロポイントの第3章のお話をする予定でしたが、今回もまた、あ脱線になっております。なかなかスムーズに先に進めず全く面目ない限りですが、今日はご報告のみでおしまいです。えー、何が起きたかと言いますと、前回の動画を出した後、 私の仏道修行を支えてくれる僧侶の友人からですね、あの動画、あのまま続けて大丈夫ですかとアドバイスをいろいろといただきまして、どのようにこれから動画を出していけばよいか、ちょっと瞑想をしております。それでですね、まず改めまして、この動画を上げる目的について再確認しておきたいんですけれども、どういうことかと言いますと、 この私僧侶である、私の愛する仏教ですね。この仏教で一番大事な話が悟りであると。この悟りについて、こちら、仏教人のゼロポイントという本に完璧な解説がなされておりますから、普段本を読まない人や、本を読む時間がない人にも、この本の内容を YouTube 動画でお伝えすることができれば、仏教の悟りをたくさんの人に知ってもらえる。 これが、ああ、私の僧侶人生をかけて、なすべきことであると。そしてもしそれが叶えば、僧侶としてこれ以上、幸せなことはない。まさに、僧侶妙に尽きるということでありまして、そんな目標、夢を掲げて、動画投稿を始めてまいりました。そして、それをもちろんやっていく中で、私自身も、仏教思想のゼロポイントを改めて、しっかりと読み直すことで、とてつもなく、 仏教の悟りの勉強ができるし、一石二鳥、最高の仏道修行と思ってですね、ここまで3ヶ月間取り組んでまいりました。しかしですね、その先に進むにつれて分かってきたことなんですけれども、この私の動画がですね、仏教思想のゼロポイントの本文そのまま読んどるじゃないかと。そんな丸パクリして著者の大川さん大丈夫なんかと。 こういうことをですね僧侶の友人からご指摘というか継承をいただきましてちょっとこう考えなきゃいけないなという状態になっておるわけでございますでですねそもそもどうしてそういうことになってしまったかというとですねこの本自体があらゆる面で完璧すぎるというか内容がですね その私たち人間の傾向性をですね、仏教の基礎知識と照らし合わせながら一つずつ学んでいくんですけれども、それで私たち凡夫の悟っていない状態をしっかりと認識していくことによって、徐々に悟りの状態を浮き上がらせていく。この悟りというものがあって、悟りの周りの悟っていない部分を丁寧に解説しながら、 最終章に向かうにつれて悟りに迫っていくという本の構成説明の文体何もかもが全てまあ素晴らしすぎてですね結果的にまあそのまま読んでしまう動画になってしまったというわけなんですけれどもでそのまま,まあ読むだけならもはやまあ本を読んでもらった方がいいし著,著,著,作著作権的にもまあいかがなものかということもあると。 でさらに私の動画のこの危なっかしいところはですね、この仏教の悟りを、この本を使ってお話しすると言いながらあ、私の本文、まんま読みプラス、ところどころ私自身の入れたい要素をごったにしながらやってまいりましたので、その結果ですね、分かったことがあるんですけれども、私自身の卑近な例えとか、言葉遊びをすればするほど、この仏ゼロの大事な悟りの話から、どんどん遠ざかるという、世俗にまみれた私の話と、 仏教の悟りは非常に、その相性が悪い。これが友人僧侶の助言で、まあ判明、破格いたしまして。もちろん、まあそこをですね、うまくみ分けして、スマートに動画を作れれば一番良かったんですけれども、今の私の技量と私の頭の整理整頓能力では、なかなか厳しいということがわかりました。 というわけでですね、このまま好き勝手に動画を作成を続ければ、著者のウォコさんにも大変失礼なことになりかねないし、えー、あれもこれもと欲張りすぎて、えー、詰め込みすぎて、えー、いたらですね、見てくれる人も、これは一体まあ何がしたいんだろう、この人はと。よくわからないな、ということになってしまうだろうし、そんなまま最後までやっても、残ったのは私のトロー感だけでした、みたいな、エンディングではまあ非常に、 辛いので、まあ、ここらでちょっと軌道修正をですね、させていただきたいと思い、今日のご報告の動画となりました。えー、その上でですね、まず私自身が、まあ、どうやって改善したらいいかということを思いついたことはですね、まあ、やはりこの悟り、仏教の悟りについて知りたい方は、ぜひとも、この仏教史とのゼロポイント、まあ、読んでくださいということですね。 積極的にまアナウンスしていきたいと思います。次からの動画では。当初は、この私自身でですね、仏教の悟りの全てを、この本をバイブルに説明してやるぞという鼻息荒いスタイルだったんですけれども、まあ、それはあの、まあ、断念いたしますということで、ぜ、ま、ひ、あ、この本を読んでくださいということをですね、積極的にお話ししていきます。 そして、まあ一応次回第3章のお話をする予定なんですけれども、まあどういうふうな形式でお届けするか、まだ未定です。何分行き当たりばったりで手探りでやっていきますので、この先もどのような展開になるか、全く未知ですが、どうか温かい目で見守っていただけたら幸いです。急がずに、じっくりと、丁寧にやって参りたいと思います。失礼いたしました。